皆さんこんにちは、マーシーです。私マーシーはなんとかギリギリ寸前のところで月曜日会社に出勤することができました。本当に今でも出勤できてよかったなと振り返るとそう実感しております。私マーシーは先週金曜日体調不良によりまして、これが原因で当日欠勤を連絡済みなんですが、連絡して当日欠勤をしてしまいました。体調不良の原因なんですが、その体調不良の原因というものが何かと言いますと2つありまして、1つは重いものを持ったことによる腰痛です。ただそれはそこまで気にするほどでもなかったんですけども、徐々に痛みが増していきまして、2つ目が重要で、2つ目は耳鳴りがしていまして、3週間ぐらい前あたりからなんかおかしいなという状況、少しずつですが気がつき始めまして、ただその時はまだそこまで気にするような状況でもなかったんですが、確か先週の火曜日か月曜日頃からおかしいなと自覚症状が大きくなっていきまして、今時計しているんですけども、時計を耳に当てますと時計の針が動く音今しているんですけども、一番症状が悪かった時には全く両耳時計の針の音が聞こえなくて、これ病院行くかどうか、そのぐらいまで状況が悪かったんですよ。ただ今はかなり改善してきました。その原因なんですけども、先週部署異動がありまして、それが原因で多分メンタル的に落ち込んだのと、その部署異動、その場所がかなり音がうるさい場所で、私まわし耳栓をしていなかったんですよ。ただこの耳鳴りの状況につきましては3週間以上前から少しずつ気がつき始めていまして、多分ですけども配送のお仕事以外にもとある商品の箱詰めの作業をしていまして、箱詰め作業をする場所、建物の中なんですけども、結構機械の音がする場所で、そこで一人で箱詰め作業を大体その日にもよりますが30分から1時間ぐらい作業をして、それから積み込みをして配送をするといった感じなので、それが原因なのではないかなと。それが積もり積もって私マーシーの耳といいますか体調に徐々に変化を、支障をきたしていったのではないかなと推測しています。なので今はね、耳栓をしてからは症状が劇的に良くなりまして、私マーシーは過去工場とか倉庫関係の物流関係のお仕事たくさんかなり経験はあります。特に工場のお仕事なんかは今の会社以上に音がうるさい会社すごいたくさんありました。そしてね、当然地方の工場なのでコンプライアンスのこの字もないようなところばかりでしたので、耳栓しろとかそういう指導もほとんどなかったと記憶しているんですよ。そして今の会社に関してですが、音がうるさいところで作業をする、これもだいたい30分から1時間で、部署移動あったのも正直終わってるんですよ。一時的なもので終了いたしました。なのでそこまでうるさい、機械の音がうるさい気になるのかと言われればそうではないんですけども、知らず知らずのうちに体に、もう今年で40歳ですので気がつかない間に影響していったのかもしれません。病院行くかどうか正直迷っていたんですけども、このままだと病院に行く予定はありません。ただね、11月中旬自動車の点検がありまして、それでお金に余裕ができた時に病院に行こうかなと考えております。まあね、ただね、社会で働くってね、もうね、社会で働くってこういうことなんだなと、本当はね11月末で辞めようかなと思っていました。今でもその選択肢はありますが、一日でも長く続けていこうと考えております。これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。